ワンアクションあるとカートオンラインさんのアピールにもなると思うのでぜひお願いいたします。でコマ60クラス、見事にポールポジションを獲得したのがカーナンバー13番一柳涼選手です。はい、ありがとうございます。続きまして2番手グリッド獲得したのがカーナンバー12番野村優先選手。はい、ありがとうございます。そして3番手グリッドがカーナンバー10番伊藤光也選手。そして4番手グリッドがカーナンバー11番浜辺雅樹選手。はい、こちらの4台でコマ60クラス決勝ヒートが行われます。皆様にお知らせいたします。ガードレール側少し危ないですので離れてレース観戦の方をお願いいたします。ガードレール側は危険ですので離れてレース観戦の方をお願いいたします。ではコマ60クラス整列を整えましてスタートの方が切られました。さあホールショット決めたのがイン側の一柳選手ですかね。その後ろ2番手につけたのがカーナンバー12番の野村選手。さあここ2コーナーはイン側行かない。さあ3コーナーの方もまだ一柳選手がトップを守っておりますね。バックストレート帰ってまいりました。ホールショット決めているのがカーナンバー13番一柳涼選手。そしてその後ろについているのがカーナンバー12番野村選手。そしてその後ろ3番手がカーナンバー10番伊藤光也選手。そして4番手がカーナンバー11番浜辺選手となっております。さあ1周目帰ってまいりました。さあタイムの方もトップ2台はコンマ1秒差ですかね。さあここで2コーナーで野村選手がインを伺ったが、お、2台とも接触しちゃいましたね。ただここでカーナンバー10番の伊藤選手がうまく抜けられるか。さあ帰ってきたのがカーナンバー12番野村選手ですね。そして2番手につけてきたのがカーナンバー10番伊藤選手ですが、ここインを飛び込んでいったのが一柳選手ですね。ただインをさせずうまく守りましたね。伊藤選手がうまく守りましたが、最終コーナーモナコの方でグッとインに飛び込んできたのがカーナンバー13番一柳選手。一柳選手が2位に浮上で、そのまま3番手がカーナンバー10番伊藤選手となっております。では先ほどのちょっとアクシデントありましたが、野村選手がうまく抜けたというか上手にフォローしまして、今トップ走行で結構2位とも差が開きましたね。先ほどの予選第2ヒートでは少し調子が良くなさそうだった野村選手ですが、今回は復活ですかね。その後ろ2番手がカーナンバー13番一柳選手。タイムの方を見てみるとカーナンバー12番野村選手、トップを走行している野村選手は48秒318、そしてその後ろの13番一柳選手がコンマ3秒早いですね、48秒022ということで、コンマ3秒も早いのでまた
周回数を重ねるたびにまたトップと差が縮まってきますかね。そして3番手がカーナンバー10番伊藤選手が50秒834、そして4番手のカーナンバー11番浜辺選手は52秒494というタイムで先ほどの周回は重ねておりますね。さあではトップがホームストレート帰ってまいりまして、残りが6周となりました。さあタイム見てみると、2番手に走行している一柳選手が猛プッシュをしているのが伺えますね。カーナンバー12番トップ走行している野村選手は48秒472、そして2番手のカーナンバー13番一柳選手は47秒901とコンマ5秒差ですかね。さあ目で見ても着々とトップとの差が縮まっているように見えます。またこの2人のトップ争いが見られますかね。でここがホームストレートを帰ってまいりまして、残りが5周となりました。さあまたタイムの方が縮まってきてますね。トップ走行している野村選手は48秒335、そして後ろの今猛プッシュしている一柳選手が47秒690、そしてカーナンバー10番の伊藤選手は50秒312、4番手グリッドのカーナンバー11番浜辺選手は54秒439。さあではトップが帰ってまいりましたね。これで残りが4周となりました。さあここで一柳選手が1コーナーイン飛び込んでいった2コーナーの方を2コーナーで抑えましたかね。いや3コーナーがごめんなさい、コントロールタワーからは確認できませんが、バックストレート帰ってきまして、カーナンバー13番一柳選手がトップに浮上しましたね。ただその後ろ野村選手も負けじとまだついていってますね。さあ残りが次で3周になりますね。さあここで最後の3周でトップ争いが見れそうですね。タイムの方は13番の一柳選手の方が先ほどからコンマ、まあ、そうですね、4とかコンマ3ぐらい早いタイムだったんですけども、これからまた残り3周どうなるか。ただ後ろの野村選手も負けじとまだ離れず、そうですね、ついていってるので、また何か一つアクションがありそうですね。さあではトップが帰ってまいりまして、残りが2周となります。さあ先ほどの周回タイムを見てみると、13番の一柳選手47秒780、そして2番手の野村選手も47秒711と、また同じようなタイムでこの2台は走ってますね。さあ先ほどよりもバックストレート距離が縮まってきました。さあここでインを伺ってで、お、入ってったカーナンバー12番野村選手が一柳選手のインを取っていきましたが、お、クロスはかからずうまく抜けましたね。さあファイナルラップになりますね。トップが帰ってきましたので、これでファイナルラップとなります。さあ一柳選手イン側飛び込んでいった、1コーナーのイン側入っていきました。2コーナーで2コーナーで野村選手が守りましたかね。でバックストレートの方帰ってきまして、トップ守っているのがカーナンバー12番野村選手、ただここのインを伺ったのが一柳選手、6コーナー入っていった、
お、このまま行きますかね。うまく一柳選手がトップを奪い返しました。前が大丈夫かな。さあ、そして見事に優勝となったのがカーナンバー13番一柳亮選手、そして2位を獲得したのがカーナンバー12番野村雄生選手。最後まで接戦でしたね。そして3番手獲得したのがカーナンバー10番伊藤光也選手。さあ、野村選手少し悔しそうですね。ハンドルを叩く仕草が見られました。ただすごいいいレースです。いいレースだったと思います。これまた次回のレースにつなげられたらまた大きな成長になるなと感じます。さあ、そして4番手獲得したのがカーナンバー11番浜辺雅樹選手でした。じゃあ続きましてレンタル100クラスの決勝ヒートとなります。続きましてレンタル100クラスの決勝ヒートとなりますので準備の方お願いいたします。先ほどのコマ60クラス選手のお呼び出しをいたします。カーナンバー12番野村雄生選手、カーナンバー13番一柳亮選手はセンターマーシャルの方までお越しください。もう一度繰り返しいたします。先ほどのコマ60クラスのカーナンバー12番野村雄生選手、カーナンバー13番一柳亮選手は重量測定し終わったらセンターマーシャルの方までお越しください。お待たせいたしました。続きましてレンタル100クラスの決勝ヒートとなります。